若葉りのです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回なんですけど、はい。若葉さんは一応エキストラっていう形でお呼びしてるんですけど、本当の講師の方、ヨガのインストラクターだったりとかされてる方になります。そんなまこちゃんが今回、まこちゃんが褒められてる若葉ちゃんが、怒られてるというかね、注意されたりとかしている状況になったら、まこちゃんは助けるのかどうかを含めて検証していきたいなと思っています。はい、今回まこちゃんが助けてくれるかどうかはテーマが5つございますから、いくつまこちゃんが助けてくれるのかを見ていきたいなと思っております。はい、レッツゴー。こんにちは、らこです。こんにちは。こんにちは。今日は8月1日といえば何がございますか？関西コレクション。はい。で、今回8月の関西コレクションまでの1ヶ月に密着っていう風になってまして、今まで歩いてたそのクリエイターさんのステージだけじゃなくて、今回はブランドさんのステージをね、決定いたしましたので、ちゃんとウォーキングをした方がいいかなっていうことで、その1ヶ月間に今回密着ということで、講師の方が今回来てらっしゃるという。はい、こんにちは。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。普段ヨガのインストラクターさんにいらっしゃったりするので、今回は若葉さんにヨガだったりとかストレッチの講習をしていただいて、最後ちょっと歩くっていうところをね、ちょっとやっていこうかなと思っております。はい。ちなみにストレッチってやっぱ大事だったりするんですか？あ、すごく大事ですね。実際そのプロの目線でね、どうかっていうところを見ていただきますから、いい部分はいいし悪い部分は悪いっていうのをちゃんと指摘いただきますので、はい、はい、そちらの方でよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ちょっとレッスン開始していきますかね。はい。最初、姿勢チェックとかからですか？そうですね、はい、姿勢がすごく大事なので、ウォーキングには。はい、じゃあ、ちょっと姿勢の、普段立っている姿勢でまず、まっすぐ立っていただいて。ああ、そうですね。猫背なので、まこちゃん、綺麗ですね。割といいセンスしてますね。やっぱりちょっと猫背なので、肩甲骨を背骨の方に寄せて、しかもお腹がちょっと出ている感じなので、およそお腹の方に入れ込んで、そこから先生でなんか両サイドがちょっとあるということですね。ってなんですね。はい。早速ストレッチ含めてちょっとやっていきますか。はい、はい、じゃあまず前屈をしてみましょう。足を揃えて、はい、まずこのまま股関節から折りたたむように前屈をして、両手ベタえモデルとして素質はありますね。なんか一人だけちゃんとぴったりついてたんですよね。じゃあまこちゃんできてましたから、まこちゃんもう一個次のやつやってますか？じゃあまこちゃんは右足を前に出して、息を吐きながらこのまま前屈。これもおでこを爪をベタッと。そこに行かないんだけど。あ、でも結構行ったじゃない。お、いけてます。これってなんかできてないロコちゃんとかちょっとわかりやすくできてない、はい、これやっていくとできるようになる。やっていくと毎日やればやるほどできるようになります。はい。ここまで見てる感じはどんな感じなんですか？そうですね。今のところやっぱりまこちゃんがすごい一番出来がいいかなって、素質がすごくあるかなって感じですね。まこちゃんちょっと倍必要かなって。きるようになればやっていきますか。そうです。わらわらさんが OK 出した方が、はい、OK という感じします。わかりました。はい、じゃあまず前屈をもう一回やりましょう。わらわらさん OK 出たら OK ですよ。これまこちゃんもういいかもしれません。お、じゃあまこちゃんはもう1個目クリアで次のステップ進んでいいですね。次のステップでいいと思います。次のステップ。じゃあロコちゃんとあんこちゃん頑張りましょう。次のステップって何したの？まだ大会してる。からちょっと反り腰になるようにします。ちょっと何一回する？何一回やってみよう。ロコよりやばい。硬いですね。あ、もういいかもしれませんね。じゃあ、まこちゃんとかこちゃんは次のステップ。次のステップ。はい。開脚しましょう。ダンスやってなきゃだから。ああ、別にまこちゃんは上手ね。お腹からこうつけていくから。なるほどね。でも同じように見えるんですけど。まこちゃんの方が若干股関節からいってる感じなんです。なるほど。骨盤の動きがすごくいいので、ロコちゃんはその時点で猫背なので、ロコちゃんもうちょっと前出してて、でもそこの時点でも反り腰だからすごく素質があります。せーの、期待されてますね。ああ、すごくいいよね。すごい。これまこちゃんは OK なんですか？まこちゃんも OK です。まこちゃんもうちょっとかな。ああ。まこちゃんもうちょっとやった方がいいかもしれないですね。吐く息で両手前。吐く息で。めっちゃ痛い。でもさ、背筋動かして。双子でもやっぱ違うんですね。そうですね。やっぱり体の硬さって人間それぞれなので、これなんか柔らかさとかと、なんかこう頭の硬さとか、そういう。やっぱり心と体ってつながっているので、やっぱり体が硬い人は頭も硬いし、心の中も硬いですね。ああ、なるほどですね。結構イラッとする人だったり、すぐカチンとくる人が体は硬いです。なるほど。これじゃあ3人で言うと一番まこちゃんはそこら辺が大丈夫ですか？そうですね。結構心も体も柔軟なんじゃないかな。一番。でも体の硬さ的にはそういうことですよね。そうですね。ロコちゃんはちょっと硬いから、やっぱり頭もちょっと硬いかな。もうちょっと柔軟にしてあげると体も。柔らかくなる。頭が硬いと字も下手だったり、字上手。じゃあ一旦30分ぐらい手を経ちましたからちょっと一回休憩しますか。そうですね。はい。じゃあまこちゃんはもうあんまり必要ないので、もう休憩してって大丈夫。2人はもうちょっとストレッチやった方がいいので、ちょっと頑張りましょう。はい。じゃあちょっと飲み物買っていきますかね。 OK。 はい、ちょっと飲み物買ってきます。じゃあ、でも僕たちもちょっと出ますか。あ、OK。 はい。マコが止められすぎじゃない？うざ。素質を持ってるだって。ちょっと。これどうなんですか、まこちゃん。僕たち今様子見てなかったですけど、はい、まこちゃん一旦できてるじゃないですか。はいはいはい。ロコちゃんとあこちゃんで割とやった方がいいですかね。そうですね。頑張りましょう。はい。じゃあ次のポーズいきましょう。長座で前屈いきましょう。これもつま先でちょこで息を吐きながら。股関節からこのように背中丸くならないように少し反ってからこれまこちゃんどうですか。あ、これまこちゃんやっぱり上手ですね。あ、これバッチリですね。あんまり練習する必要ないかな。水飲んでていいらしいですね。あ、水飲んでゆっくりしていってください。じゃああと2人で足を閉じてあげて、つま先天井方向。で真面目にやりましょう。はい。これもね、休んじゃうと体って元に戻っちゃうから、休まずガンガン練習して。やろうかな。楽しい。いいかな。まこちゃんも適当にやってれば大丈夫です。ここで開いて、まだ丸いかな。頭をもうちょっと柔らかくしてあげて、ちょっと心も硬いから、解放させてあげて、解放させましょう。性格も曲がってる。頑張りましょう。やる気なくなってきちゃった。頑張りましょう。せーの。レシピをね。はい、頑張って。やっぱ柔軟性あるんじゃない。せーの。休憩なしですよ。これ休憩するって良くないわけじゃないですか。そうだよね。まこちゃんも押し係の方にやります。あ、そうです。押してもらうと結構ね、いいので、まこちゃんちょっと手伝ってもらっていいですか。で、ロコちゃんを押してあげてください。はい。せーの。ちょっと結構ね、背中丸くなってるから、そこを意識しながら。はいはいはい。せーの。休むともう硬くなっちゃう。休むと硬ないからね、頑張って力抜かないように。先生サボってます。はいサボっちゃダメね。私が何のために来たのか分からない。はい確かに。ここが痛いんで、ここははい、文句言わない。ここに痛くなるの当たり前。はい、すみません。はい痛くないのをサボってると痛くない。なるほど。じゃあ私はちゃんとやってるってことですね。前回やってるってことで。はい、止まってますよ。はい、頑張って。頑張って。せー、こっちの方がいいんじゃないですか。先生、交換するよね。じゃあ交換しましょう。ああ、交代。はい。もう一回、せーの。やばいやばい。あ、先生サボってます。先生サボってます。あ、サボってんね。ダメ。もう真剣に。ロコちゃん真剣に。はい。まこちゃんに新しい技を教えてあげたらどうですか？新しい技を教えてください。じゃあ先に新しいの行こう。はい。ちょっと。あ、休憩してますけどいいんですか？休憩はダメだから。お、できてる。ああ、やっぱり綺麗。そしたらね、これね、なかなかできる子いないのよ。素晴らしい。ここがさ、ここがピーって伸びてる。でもそれなかなかできる子いないから素晴らしいわ。ああ、これなんか変な足。自分の足じゃないみたいな。全然こっちでもできる。誰逆に誰。じゃあちょっとどうすか、そろそろもう一回入りましょうか。はい、じゃあまこちゃん一回お水取ってどうぞ。おお右足かな。はい下は見ない、下は見ない。バタ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 音させる。確かになんか音してる人いるから。後ろから見てるとやっぱりまこちゃん綺麗ね。うん。これ例えばなんか横一列じゃなくて、ちょっと誰かが前歩いてとか、そういうのとかってあるんですか？あ、それは大丈夫です。じゃあまこちゃんが2歩前に行ってあげて。隣にないの？でここの辺にまこちゃん。隣のところがいいんじゃないの？はい。まあちょっと試してみて。見方がと、そうすると隣の人を見ないようになるから、はい、それでも呼吸を合わせてあげて。誰があれずれてるんですか？やっぱりロコちゃんがちょっとずれちゃってる。ロコちゃんがちょっと早すぎるから逆に一人ずつやってみたりとかした方がいいですか？あ、一人ずつでもいいですよ。ああ、ロコちゃんから。はい。あ、そう、回転の仕方いいね。くるっと回転。うん、やっぱちょっと回転の仕方がちょっとおかしいかな。うん。昔のヤンキーじゃない。こういうやり方、ダラダラダラしない。笑わない。くるっと。なんかやる気のなさがちょっと出ちゃうかな。まこちゃんはまあそのまま練習すれば本番もバッチリだと思います。ああ、なるほどね。あこちゃんとまこちゃんはやっぱりもっともっと練習が必要。うん。ちょっと気合が足りないだらけちゃうところがあるから、そこをまず注意してもっと真剣にやることが重要じゃないと全然うまくならないから。味覚だけ。なるほどですね。今回3人でっていう話は来てるんですけど、ステージみたいな、今後例えば1人ずつみたいな可能性もあるかなと思って。ウォーキングの観点で言うとどうなんですか？じゃあ1人でも通用しそうなのって誰ですか？1人でもまこちゃんです。まこちゃん、うん、まこちゃんは何やっても素質がある感じが力がしますね。どうですか、一人でとかみたいな話来た。あ、やだなんで光栄じゃん。うん、うん、すごい上手。なるほどね。あと逆にウォーキング残り誰が練習した方がいいとかありますか？やっぱロコちゃんかな。その猫じゃどうにかならないかしらね。どうなりますか？どうしたの？まあまだ1回目ですから。これから上手くなっていく。これからどんどんね、練習するかって良くなるから。7年やってるんだよ。そうだね。なので1日目。確かに。あっこ、ちょっと来て。ちょっと2人でさ、向こうからさ、歩いてくるよ。あ、いいね。練習するのね。あ、いいじゃないですか。ドッキリ大成功。ガチな評価としてどうなんですか？やっぱりまこちゃんが一番。そうなんですか？最後まで見てくれてありがとうございました。それではお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。